軍事研究団の三平教連早稲田大学軍事研究団事件は、1923年に早稲田大学で起きた軍事教育反対事件、早稲田軍教事件とも言う。第一次世界大戦後の軍縮による余剰昇降、兵器の活用を、かねて学校軍国主義化が行われるが、まず早稲田大学で行われ、1923年5月。 陸軍との関係の深かった乗馬学生団を母体として軍事研究団が結成された。この研究団は学生軍事教育を率先支持し、欧米各国の各大学に見る軍事教育を研究し学生の立場より国防に貢献するとともに、その目的の一部たる同大学に救う石化思想を一掃することを目的とし本部、思想部、軍事部、 理工学研究部、国防部を設け、同月10日、白川義則陸軍時間以下十数名の陸海軍用人列席のもとに、総大行動2回で、発会式を挙行した。それに対して、大山育夫や佐野学を顧問とする文化同盟の学生たちが激しく反対して、発会式を妨害した。さらに12日午後総大談郵便会主催の軍事研究団、 撲滅演説会が中央校庭で開かれたが、柔道部、相撲部などの運動部員及び学内外の反動勢力が殴り込み、多数の負傷者を出した。この大混乱のため顔や頭に負傷した学生、浅沼稲次郎、林達馬、森崎元吉、稲村隆一、とかの防止等は付近の委員に駆け込み手当を受けている。 東京朝日新聞1923年5月13日、このため小僧教授団、こういう小川未明、秋田宇邪倉も軍権を非難し、15日軍権はやむなく解散した。しかし、央クラブを主体とするこういう有志団は、文化同盟を社会主義勢力の総句と見て、解散を要求し、20日文化同盟もまた解散を余儀なくされた。さらに6月5日、 佐野学及び井ノ又綱雄教授の研究室の捜索、いわゆる研究室蹂林事件が起こり、第一次共産党事件の発火点となった。ありがとうございます。